丈夫です。いいですな、この大きさ。これぐらい。何これ。こういうことなんですか。なんかこんな囲われたことないから分かんないです。お市場の。だって私を伝播するときもでも取ってくださいっていうタイプとかですよね。取ってください。みんなのあの丹波さんとかの方にこうやって行っちゃうんで、私一人で貼ります。やった。ちょっと待って。これもいい。嬉しいかも。どうだしに来たことは。じゃあ。行きます。ないですか。じゃあちょっと PR 終わるまではちょっと待って。すごい偉そうなカメラだ。カメラ一番偉そうなカメラだ。カメラいやなんか今日武将らしい発言一回も聞いたなんじゃけど工場も間違え私切り直してなんかいつものやつなんかいつもやっとるようなやつやられるのかなと思ったちゃんと練習させていただいたんですね。本当に本当にねまあまあまあやってたんですけど、でちゃんとガッと振り返った瞬間に相手がいるんです。知ってますか？バーッと振り向いたら見た方がもう真っ白。 YouTube とか上げちゃダメ。間違えちゃったから、間違えてなかったら上げて上げてって言うんだけど、あ、多分これ上がりますね。またとない。あーもう、私帰って君に怒られるじゃないですか。何言われるんですか。何やってた。恥さらしが嫌われちゃいますか。あ、やばいやばい、やっぱ上げちゃダメ。上げてもいいけど、あのモザイクかけてそうそうそう、この人自体がいかがわしいの。なんで雪江殿の恋の足を引っ張りたくない方は上げない。そうそう、引っ張りそう。なんか他人の不幸はなんとかっていう顔してるもんな。そう、みちゅの足。そうそう、みちゅの足。みちゅの足なんかやらしいよ、みちゅ。すいません、オナラもうピリッとした工場に行きたかったですな。今本当に。あ、ちなみにある。どういう感じで。あ、私のですか。ないです。ない、はい、さっきのよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう今あの今始まってる。始まってる最中ですかこれ。ちょっと待って。後で。皆さんじゃあ楽しんでください。ということで、参加は未定でございます。はい、ということで、お市場おもてなし感じたい、雪江殿でした。その後の参加を祈って、お城は出発いたします。